BPM とシェアリングエコノミー。おはようございます、マサルです。今回は情報システム戦略の BPM とシェアリングエコノミーについて一緒に勉強していきます。それでは始めましょう。平成29年秋、問6、社内で PDCA サイクルを継続的に適用するという方法によって製造部門における不止まりの向上を実現した。この事例が示すような業務改善の考え方を示す用語はどれか。 A. ASP E. BPM U. BPO A. SFA どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E. BPM が正解です。それでは解説していきます。BPM とはビジネスプロセスマネジメントの略です。企業の業務プロセス、仕事の進め方を継続的に改善していく業務管理手法のことを言います。継続的に改善していくというところがポイントです。問題文の PDCA サイクルを継続的に適用する、そこから業務改善ができた、このような文面から BPM が正解だと判断することができます。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの ASP はアプリケーションサービスプロバイダーの略です。インターネットを経由してソフトウェアやアプリケーションを提供する業者、もしくは提供しているサービスのことを言います。代表的な例として Gmail などのサービスを提供する Google、 iCloud などのクラウドサービスを提供する Apple が ASP に該当します。次の選択肢を見てみましょう。 U BPO はビジネスプロセスアウトソーシングの略です。自社の業務プロセスを外部の専門的な企業に委託するアウトソーシングの一種です。管理部門やコールセンターといったまとまった業務プロセスの単位で継続的に外部の専門的な企業に委託することが多いです。次の選択肢を見てみましょう。 A. SFA はセールスフォースオートメーションの略です。代表的な SFA のツールとしてセールスフォースが挙げられます。セールスフォースは世界でも日本でもトップのシェアを誇っているナンバーワンの製品です。データを詳細に分析することで売上の予測などを立てることができます。それでは今回の問題を見直しましょう。平成29年秋、問6、社内の PDCA サイクルを継続的に適用するという方法によって製造部門における不止まりの向上を実現した。この事例が示すような業務改善の考え方を示す用語はどれか。正解は E、BPM です。それでは次の問題です。令和2年秋、問31、利用者と提供者をマッチングさせることによって個人や企業が所有している自動車、住居、衣服などの使われていない資産を他社に貸与したり、提供者の空き時間に買い物代行、語学レッスンなどの役務を提供したりするサービスや仕組みはどれか。 A. クラウドコンピューティング E. シェアリングエコノミー U. テレワークえ、ワークシェアリング、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E、シェアリングエコノミーです。それでは解説です。シェアリングエコノミーとは、個人や企業が持つ物、場所、スキルなどをインターネットを介して共有したり貸し借りしたりする仕組みのことを言います。例えば使わなくなったものを売り買いするメルカリ、空き部屋や空き物件を貸し出す Airbnb、 自分が持っているスキルを売り出すタイムチケットなどがシェアリングエコノミーの例として挙げられます。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。 A. クラウドコンピューティングは別名クラウドです。インターネットを通じてアプリケーション、サーバー、データベースなどコンピューター資源を提供する仕組みのことを言います。対義語としてオンプレミスという言葉も覚えておきましょう。オンプレミスは自社で物理サーバーを用意してコンピューター資源を利用する仕組みのことを言います。それでは次の選択肢です。 U のテレワークは業務場所以外の自宅などで業務を行うことを言います。コロナで爆発的にテレワークが普及しましたが、最近はテレワークが減ってきているようです。その理由はブレイクタイムの中でお話しします。次は A、 ワークシェアリングは一人で担当していた仕事を複数人に分けることです。ワークシェアリングによって一人にかかる仕事の負担を減らすことができます。ワークシェアリングの代表的なメリットとしてワークライフバランスを維持することが挙げられます。
働きやすい環境を作ることで従業員の生産性が上がることが期待できます。ワークシェアリングの導入は簡単ではないかもしれませんが、ワークシェアリングを導入すると従業員にとって働きやすい環境を作るだけではなく、社会的印象を高める効果も期待できると言われています。それでは問題を見直しましょう。令和2年秋問31、利用者と提供者をマッチングさせることによって個人や企業が所有している自動車、住居、衣服などの使われていない資産を他社に貸与したり、提供者の空き時間に買い物代行、語学レッスンなどの役務を提供したりするサービスや仕組みはどれか。正解は E、シェアリングエコノミーです。それではここでブレイクタイムです。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はテレワークについて勉強しました。皆さん現在テレワークしていますか？コロナ禍で一気に広がったテレワークですが、現在はテレワークから出社して仕事をするスタイルに戻す企業が増えています。一度テレワークを体験した方は通勤にかかるストレスや時間から解放されて、テレワークはとっても良い働き方だったと思うのですが、人によっては自らテレワークから出社に切り替える人も増えているそうです。ではどうしてテレワークから出社に戻すのか、その理由を見てみましょう。代表的な理由は仕事で対話が必要だから、プライベートと仕事を切り分けたいから、オフィスの方が性能が高い機器を利用することができるから、テレワークで生産性が下がってしまったので、このような理由が挙げられます。特に2番目の理由はテレワークをしたことがある人なら共感できるのではないでしょうか。テレワークでは自宅で作業することが多く、どうしても仕事モードになりづらかったりします。その結果生産性が下がってしまうことがあります。企業として生産性の低下は死活問題です。生産性を向上させるために会社のルールとしてテレワークの頻度を減らす企業が増えています。人間にとって働く環境や心持ちがとても大切であることがわかりますね。それでは最後に復習しましょう。平成29年秋問6、社内で PDCA サイクルを継続的に適用するという方法によって製造部門におけるぶどまりの向上を実現した。この事例が示すような業務改善の考え方を示す用語はどれか。正解は E、 BPM です。継続的、改善というキーワードがポイントです。次の問題、令和2年秋問31、利用者と提供者をマッチングさせることによって個人や企業が所有する自動車、住居、衣服などの使われていない資産を他社に貸与したり、提供者の空き時間に買い物代行、語学レッスンなどの役務を提供したりするサービスや仕組みはどれか。正解は E、 シェアリングエコノミーです。代表例としてメルカリを紹介しました。それでは今回は BPM とシェアリングエコノミーについて一緒に勉強しました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。